猪苗代町県民リポーターの岩井翔一郎です。今日は羽津神社に来ています。紅葉の時期には皆さんたくさん足を運んでくれたと思うんですけれども、今日は紅葉以外の羽津神社をお伝えしたいと思います。見てください、こちらとっても大きな石碑です。この土台となっている石なんですけれども、ちょっと雪が積もってしまっているんですが、こちら亀の形をしているんです。よく見てみてください。今日はですね、これから奥の院まで足を伸ばしたいと思います。これから雪が降ってきますと行くのも大変になりますので、今日は私が代わりに行ってきたいと思います。とっても石畳が綺麗な参道で、およそ500メートルぐらいの道になります。500メートル上がってきました。こちらが奥の院です。見てください、雪の上に黄色い葉っぱが積もっています。こちらは会津藩初代藩主保科正之公の墓所、お墓となっています。いかがでしたでしょうか。羽津神社、紅葉以外の魅力もたくさん伝わったと思います。これから雪が降ってきますが、ぜひ猪苗代に足をたくさん運んでください。